皆さんこんにちは、ダンです。ハルです。ゲームなんとか外伝だるまの神殿第8回です。えいよ。この番組、だるまの神殿はゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれど、ゲームの話がしたくてたまらない2人がとにかくゲームの話をしつつ、制作中のゲーム、だるま島の宿屋さんの制作進捗をご報告するポッドキャスト番組です。各週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。何の話する何の話しましょうか。最近ちょっとちゃんと、なんかちゃんとっていうのもおかしいけど、各週でやれてるから、なんか本当に久しぶりな感じですよね。確かに確かに、まあまあまあ、まあ、ゲームなんとかの時も収録自体は各週なんだけどね。あ、まあ、確かに言われてみれば、ペース的にはまあ変わらないっちゃ変わらない、収録のね。確かに確かに。そして話してる時間もあんまり変わらない気がまあな感じではありますけども、いや、全然関係ない話っちゃ関係ない話なんですけど、僕が本当つい昨日一昨日に、はいはい、仕事を辞めてプータローになりまして。ああ、はいはい、はい、お疲れ様です。あ、いや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 、ありがとうございます。それもあってですね、まあ、引っ越しだなんだとか、うん、なんかこうちょっと交通事故にもあったりとか、うん、何にも怪我とかはないんですけど、ちょっと交通事故にあったりとかして、もう全然こういわゆるこうネット上にこう出てくることができなくてですね、なんかこうなんか不思議な気分ですね今ね。久しぶりに昨日やっとパソコン開いて、ああ、まあその仕事終わりのバタバタと、そうそうそう、引っ越しのバタバタと事故のバタバタと、なんかこういろんなものが重なってですね、結構本当昨日ぐらいまで体調も悪かったんですけど、今日はまあなんとか持ち直して、プータローエンジョイ。そう、 PS4 も全然やってないし、もゲームらしいゲームも全然やれてなかったんですけど、まあでもね、やれてなくても、まあ、プレイヤーがゲームやれてなくてもどんどん新しいゲームの情報ってやってくるんだなって思うんですけど、まあそうですね、それじゃなくても世の中的にはもうすぐね TGS とかもあったりはします。そうですよ。でそれに合わせてその TGS に参加しないメーカーはもう最近なんかそれに合わせてなのか続々と情報が出てますよっていう感じで、うんうん、ね、本当見ました？忍耐。いや、まあ、そこ行きます。まあどうしてもちょっとね、リアルタイムというかね、タイムリーなので。まあそうですね。その前になんかあのソニーの発表会とかもあったけど、なんかそっちはやっぱり引っかかるのがあんまないんで。ああ、そうなんですよね。グランツの新しい映像出たよとかあるけど、なんかそんな目新しい情報ない。なんか別に何も印象に残ってない感じです。まあ俺は別にグランツ7はちょっと湧いたんだけど。わーとは思ったんだけど、でもまあやっぱりなんか新しい情報はそんななかったですよね。うんうん、そうですね。それよりいい加減早く PS5 を売ってくれっていう普通に。いや、まあそうなんですよ。出ちゃうからちょっとね。まあそれはいいんだけど、忍耐ね。うん。忍耐またそれこそ収録日でいや1日2日前ぐらいでしたけども。うん、そうです。湧いてましたね。湧いてましたね。うん、また確かになんか面白げな話題は結構ありましたね。うん。うんうんうん、何が気になるのありました？俺個人は結構なんか全般で言うとそれは知ってるのでいや、モンハンライズの、ね、うん、DLC、うん、あれアップデートなのかな、いや、DLC か、まあ、DLC ですね。しかもまたあのワールドの時と同じような感じで超大型みたいな前置きがついてたんで、うんうんうん、結構な、そうっすね、うん、分量というかボリュームなんじゃないですかね。まあでもまだとりあえず1年ぐらいは先ですからね、うん、来年の夏とか確かそんな風に書いてたような気がしますね。うんうん、うん、まあだけどとりあえず今一旦発表だよっていう感じで出てたりとか、まあまあまあプレイはしてないけど、ああそういうの出るんだなんて思ってたんですけど、個人的にね気になったのがね、これ注目されてんのかされてないのか全然わかんないですけど、あのドラゴンの島っていうね、横太郎さんですね、まあニーヤの作ってる方ですよね、が作った新作なんですけど、あの基本的にその表示されるものが全てカードで表現されている RPG らしいんですよね。うん、まあ言ってしまえば本当に TRPG をまんまゲームにしたみたいな感じのイメージですね。ダイスもあのサイコロも振ってましたし、そうですね、その辺からイメージを受けてるゲームなんだけど、なんかパッと見にすげえインディーゲーっぽいんですよね。そう、
そうなのよ。出来のすごくいいインディーゲームみたいな。うんうん、うん。っていうかなんかそんな感じ、このカードが並ばってる絵面とか、俺なんか、ダンジョンメーカーで見たぞみたいなね。個人的にはあるんですけど。でもちょっとね、こういうの惹かれちゃうんですよね。なんで横尾太郎氏が急にこういうテイストのゲームを作ろうと思ったのかっていうのはね。なんなんでしょうね。その、グラフィックとかもちろん綺麗なんだけど、まあ、なんだろうな。いわゆるこう、トリプル A とまではいかなくても、いわゆるこう、インディーズとはちょっと一線を画したようなクオリティのゲームを作る人たちが、ちょっとなんかこう、降りてきた感はあるというか、こうね、その同じ土俵で戦っちゃうんだみたいな感じはちょっと恐ろしさは感じましたけどね、僕は。そうですね、確かに、ダンさんの立場からするとそうでしょうけどね。まあ言うてもスクエニですからね。そうなんですよね。でもなんかスクエニの名義でなんかこのこういうゲームが出てくるっていうのは、俺なんか個人的にすげえいい傾向だなって思っちゃったんですよね、なんかね。まあスクエニってやっぱりどうしてもそのグラフィック推しなゲームが言うて多いじゃないですか。確かにね、確かに、じゃなくてこのゲームはまあ今までのその 3D グラフィックみたいのとは全然違うベクトルじゃないですか。うん、違いますね。そのまあカードっていうもののグラフィックのクオリティはあるにしても、その、今までがスクエニがやってきたようなゲームとは全然違う切り口だなと思ってね。そうですね、まあ、僕の勝手な本当に個人的な感覚なんですけど、実際どうかも全然分かんないし反論もあると思うんですが、なんかこうやっぱ、まあ、もちろんあのドラクエ FF に始まり、その、いわゆる超大作のシリーズに結構なんだろう、こうおんぶに抱っこじゃないけど、こうぶら下がってた印象はまあ多少なりとあって、でなんか大作とかじゃないとちょっとうちからは出しませんよみたいな空気はあったっちゃあったし、ですね。でもそれがこけちゃうとやっぱちょっとでっかいんですよね、多分ダメージがね。もちろん売れる本数はたくさん売れるんだけど、開発コストもめっちゃかかってるみたいなね。そのなんかいっぱい売れないといけない前提みたいな感じのやり方やってる印象があったんで、まあ、常に博打やるみたいになっちゃいますもんね。そう、だからもっとこうパイは少ないけど、やっぱ好きな人は好きっていうようなジャンルもこう表立ってしっかりやっていくみたいなね、感じがまあ見えて、そういう意味で僕もね、なんだろうな、こう気になりますよね、これね。そうですね、そのゲームのジャンルとしてこう、プレイヤーのライトユーザーというか、その人たちがこういうゲームもなんか面白いんだなっていうふうに思ってもらえる機会っていうのが、多分ね、スクエニがやることによってこう増えていくのかなっていう印象はありますね。そうですね、なんかスクエニ最近ほらあの HD2D とかもあったけど、あれはちょっと、まあ RPG 自体の形式に手を入れるわけではなかったじゃない。そのビジュアルの表現としてその昔と今の折衷というかだったけど、なんかこれはもうなんかそこから攻め込んでってるよねみたいな感じはやっぱありますね。その多分キャラクターもそんなグラフィックじゃねえや、アニメーションしたりとかも多分そのカードの中でアニメーションするみたいのはほぼなさそうだったし、なんかそこカードである意味が分かんないですもんね、そこでなんかグリグリ動いてたらね。いや、それでさ、トレーラーの中で見てて笑っちゃったのがさ、なんかそのカード上でモンスターと戦ったりするのよね、なんかね。上に敵のカードがあって、下に敵は自分らの味方のカードがあってみたいなところで、カードがぐるぐる回転しながら、なんかその切るエフェクトみたいなの出しながら敵の方に突っ込んでる絵面があって、あれ笑っちゃった本当に。ちょっとね、まあ、あと申し訳ないけど、ちょっとなんかあれ、ちょっとなんかちょっと間抜け感出てちゃったなって思っちゃった。いや、ごめんなさい。一周回って横尾太郎さんっぽいのかな、これはっていう。ね、ちょっと変なとこ残すじゃないですか、あの人って。まあまあ、確かに、そんな印象なくはないけど、なんていうか、そんなにカードぐるぐる動かなくても、なんか、ちょっと、このカードが、なんか、何かをやってるんだよぐらいの、なんか、ビクビクって動くぐらいだったらまだ分かるんだけど。そう、とかなんかね、ぐる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 エフェクトだけが、みたいなね、こう、なんか、例えば魔法みたいにさ、その、カードからカードに火が飛んでいくとかさ、そういうのかなと思ったら、ね、もう直接もか、こいつは回転切りをしてるんだろうなって分かるぐらい、ぐる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 って、なんか切るエフェクト、シャ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 って出ながら、敵に突っ込んでってるみたいな。なんか、本当にカードである意味ってなんだろうみたいな感じで、ちょっとやっぱ思っちゃったけど。すごいアナログ感出してたのに、急にみたいな。そこはゲームによるんだみたいな。
あれはなんかちょっと、まあ、まあ別にそれがなんていうの、その嫌なわけじゃないの、まあ、ちょっと笑っちゃうかもしれないし、そうそうそうなんだけど、あのゲームのね、そのよしなんてゲームとしての評価の悪い部分につながるわけじゃないから、うん、別に、うん、そうそうそう、それ自体が少なくとも今のとこは、うん、そうそう見てるから、まあまあそんなに大したことじゃないんだけど、ちょっとなんかね、うん、あらって思っちゃったなっていうますよね。でも手触りとか良さそうですよね。すごくまあ魅力的な、やっぱこう、うんうん、作る側になっちゃってるからこんなセリフなが出るんでしょうけど、うんうん、やっぱなんだろうな、こう同じものをまあ半分素人みたいな人が作ったとしたら、うん、やっぱシステム的には作れるかもしれないけれども、やっぱ味気ない印象のね、うん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 、グラフィックになっちゃったりとかするんだろうなって思うし、うんうんうん、見たパッと見ただけでなんかちょっと興味をそそられるようなね、グラフィックだったりだとか UI になってるっていうのがやっぱプロの仕事なんだなってすごいやっぱ感じましたね。あ、確かにそこはあるかもしれないですね、うん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 、だってもうなんか、うん、ね、RPG のマップ画面みたいなのも全部カードで表示してあったじゃないですか、うんうん、そうですね、自分のカードがここにいて、その周りが右側が海で上が森でみたいな、で見えるところ以外は全部カード伏せてあるみたいなさ、うん、そうそう、ああなるほど、こういう表現できんなと思って、うん、結構いかにも確かにね、インディーの人がね、あのアイデアとして思いつきそうなものだし、うん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 、なんかこうちょっと、うん、開発実際どうか分かんないけれども、開発コストがなんか少なくて済みそうな感じはイメージとしてあるじゃないですか。まあ、ありますね。カードの確かにバリエーション作れば、うん、あとそれでとかさ、うんうんうん、あと並べるとかっていうのもね、まあそうそう均一に並べりゃいいわけじゃない、うん、基本的には、うんうん、だからそんなにね、こうそうしたらこうゲームとしては面白いけど、システムとうまくこう絡めることによって、そのグラフィック の、 その手の足りなさとかコストの労力の足りなさをそれで補うみたいなアイデア勝負みたいなところがあるけど、でもそれであったとしても魅力的に見えるっていうのがやっぱプロだなっていう印象がありますね。いいですよね、なんか今までのスクエニのやり方に反旗翻してる感とかね、なんかね、そのグラフィックに頼らない、うん、そのプレイヤーの想像力に任せるみたいな、うんうん、テイストがどうなんでしょうね。そのもちろんスクエニの中でもチームがいろいろ分かれてて、うん、そのチームチームでこうね仕事は進めてるんでしょうけど、うん、なんかそういう企画をね出した時に、うん、いやちょっとそれはスクエニらしさがないよみたいな話とかってあるもんなんですかね。どうな、いやでもなんかさすがに何かしらはありそうですけどね。うん、まあ確かにね、今までそのテイストのものが全くと言っていいほどなかったわけですからね。うん、あでもこれで、うん、これでガチャゲーだったらどうしよう。今までそういやなんかあガチャゲーかスイッチだから大丈夫かなって思ってたし、 RPG って歌ってるから違うのかなと思ってたけど、これでなんか普通にカード出すみたいのでビエーって出てきたらなんか嫌ですよね、キャラクターが、ね、確かにおそういう感じかってなりそうだけど、いや ないんじゃないかなという気はなんとなくしてるんですけど、なるほどね、まあまあそれでも結果楽しければいいんですけどね、うん、まあ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 、そうゲームっていうのは本当そういうもんだと思いますよ。そうそう、まずこのカードゲームでいや前回ほらダンさんが教えてくれたさ、ドリームステアーズっていう、うん、クトゥルフ神話のよくわかんない階段をずっと降りてくる、はい、よくわかんない、そうそうそう、はい、変なゲームあったじゃないですか、うんうん、あれもでもゲームシステム戦闘のシステムだけで言うとちょっとこういうテイストじゃないですか、まあ、カードがあって、まあ、ほぼほぼ、はい、一緒ですね、うん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 、その中から選んでみたいなやつだったんで、そう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 、あそれもすげえ楽しかったんで、それもあってなおさらなんかこの絵面感というかには惹かれるもんがありましたな、うん、これまたなんかこうタイトルがドラゴンの島っていうのが、うん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 、シンプルすぎてなんかなんていうのかな、こういや僕は勝負に来てんなっていう印象があったんですよね、うんうんうん、その変に横文字いっぱい並べてこうよくわかんなくするよりは、うん、なんかそこはすげえシンプルにしてこう覚えてもらうことだけを意識してるようなイメージあるかなっていう、うんうん、すごいよね、もうなんか、ね、カードゲームの箱のタイトルみたいな感じだもんね、うん、なんかね、うんうん、ポンってさらっと書いてあるだけな感じのタイトル、そうそうそう、うん、そうなんですよ、だからまあまあ期待はやっぱりしちゃいますね、これは気になりましたねだいぶね、うん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 、サーさんなんかありました、ね、なるほど、僕はですね、まあやっぱどうしてもね気になるというか、まあもともとストラテジー好きだっていうのもあるんですけど、トライアングルストラテジーやっぱちょっと気になっちゃいましたね。はいはいはい。まあ、オクトパストラベラーの、流れで、まあ来てる作品ではあるんですけど、うん、まあ、なんていうんですかね、こう、まあ当たり前っちゃ当たり前なんだろうけど、もう、
オクトパストラベラーの名前出さないんだって思いましたね、今回の見て。ああ、はあ、はあ、はあ。全然出さないですよね。まあ、続編でもないですしね、うん、実際。そう、もちろん、ストーリーも違うし、あれだけど、うんうん、でも、最初、トライアングルストラテジーの話というか、まあ、ディザー映像とかなんかこう出てきたときに、うん、オクトパストラベラーの、なんかこう、なんていうの、こう、土台を使ったというか、まあ、同じエンジン使って、まあ、もう見た感じもまさしく、オクトパストラベラーまんまなんだけど、うんうん、そうですね。やっぱ、それをなんかこう、なんていうんですかね、こう、出してた部分はあったっちゃあったんですけど、うんうんうん、今回はもう完全にトライアングルストラテジーですとしか言ってないから、なんかこう独立したというか、なんかこう子供がなんかこう大人になったみたいなイメージというか、新しい子供、違う子供生まれたみたいな。そう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 、まあなんだろうな、このかといって作ってる人たちは多分一緒だと思うんで。うん、あのオクトパストラベラーのパクリだみたいなことを言われることももちろんないわけじゃないですか。ないですね。だから、まあ、オクトパストラベラー正直僕はあのもちろんやりましたけど、途中でやっぱ、うん、あの今止まっちゃってるんですよね、うんうん、単純に世界観も良かったしいいんだけど、なんかこうちょっと入り込めなくって、うんうん、まあキャラクターがやっぱ多すぎたなっていう印象は僕の中ではあったんですけど、でもストラテジーもの、いわゆるこうタクティクス系ですよね、これ今回ね、うん、まあそうなるとそれぞれのキャラを主体的にこう動かしていくっていうのが当然の世界観なので、うん、これはちょっと僕は楽しめるのかなというふうには思いますね。まあ同じ任天堂で言うと、ちょっと前に任天堂オンラインで、うん、ファイアーエンブレムのね、はいはい、スーパーファミコンの、うん、ファイアーエンブレムの聖戦の系譜っていうのが、うんうん、まあ、プレイできるようになったんですよ、うんうん、任天堂オンラインで、うんうん、で本当ちょっと前だけれども、それを久しぶりに懐かしいなと思ってプレイしたら、意外とこう熱中しちゃって、うんうん、なんだろうな、本当それをプレイしたのが、それこそ今日のテーマであるラストオブアスパート2をやった後直後ぐらいにやったんですよね。ほうほう。なんかもうグラフィックがやっぱこう、もちろん本当最先端というか最高峰のやつと、うん、もちろん低いとは言わないですけど、当時スーパーファミコンだから当たり前なんだけど、うんうん、やっぱこう全然違う、やっぱ 2D の世界と 3D の最高峰のものを見て、うん、こう両方ともなんか同じようなタイミングで体験したけど、結構今でも聖戦の系譜に熱中できちゃうな俺っていうのが、こう僕の中では結構なんで衝撃があったんですよね、はいはいはい、意外と懐かしいなって言って触るものってクリアまでいかないんですよね、うん、僕今までの経験上、うんうんうん、だけど多分触ってね、そう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 、ああいいねいいねとかって言いながら、なんか、うん、まあこんなもんかなみたいな、言っても、まあ、やっぱ最近のゲームの方が面白いよなとかって思っちゃうタイプだったんですけど、うんうん、結構しっかりやっちゃってたんで、うんうん、改めてやっぱそういうタクティクスとかストラテジーとかっていうものがやっぱ好きなんだなっていうふうに思って、うんうん、トライアングルストラテジーって結構気になってますね。気にはなりますよね。うーん、でも前のそのオクトラみたいに、うん、なんか主人公がすげえいっぱいいてみたいな切り口でもなさそうですもんね、うん、今のとこね。まあそうですね、うんうん、まあそんな印象はあります。まあ具体的にどんなストーリーなのかっていうのもあんまりよくまだ分かってないですけど、うんうんうん、まあでも多分触った感触はすごいいいんだろうなっていう印象ですね、うん、体験版やりました、うん、やってないです。あんまり正直これ今回の見るまであんまりそんなにだったんで、うんうん、でもやっぱ良さげだなと思って、まあ買おうかなとは思ってます。いいっすね、いいっすね、うん、その体験版で結構あれですよね、ユーザーの結構意見をかなり反映させて、あ、なんかそうらしいですね、調整に労力を費やしてますみたいなことを言ってましたね、うんうん、なんかそういうことらしいですね、うん、楽しみですね。トライアングルストラテジーもジャケットシンプルだな。いや本当ジャケットっていうか、っていうかさ、机にさ、あのタイトル表記すごい好きよね。うん、上下2段になっててさ、うんうん、間に線がピーって入ってる。ブレイブリーディフォルトとかもそうだよね。うん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 、そうですね。あれ何なんだろうね。あれ見ると机にだなと最近思っちゃうんだよね。ああ。確かにね。なんか別に合わせてるわけじゃないんだろうけど。でも、なんでしょうね。まあ、ちょっと今は違うのかもしれないですけど、5、6年、うん、いやもう10年はいかないけど、5、6年ぐらい前から、うんうん、ゲーム関係なく、この世界中の
こう、いろんな、なんていうんですか、こう、ブランドのロゴとか、うん、そういうのが、すごいシンプルなフォントのロゴになってってるんですよね、結構。うん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 、日本だったら、ドコモとかもそうだし、なんか、ロゴがね、変わるよってなったら、すごいシンプルになるっていうのが結構流れとしてあるんで、うんうん、なんか、まあね、そういう流れに沿ってるのかなっていう印象は。まあなんか、こういうロゴ見るとこのメーカーだよねって思わせるみたいなのもあると、まあ確かに楽っちゃ楽ですよね。うんうん、俺ね、うん、自分が履いてるトランクスの、その、タグの部分に、トランクスって書いてあるんだけど、それの書き方が本当これそっくりなの。真ん中に線が入ってあってトランクスって書いてあって、一回ツイッターに上げようかなって思ったぐらい。トランクスにトランクスって書いてあるんですか。そう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 。黒バッグに文字と真ん中に線が入っててなんか書いてあってね。すげえそこだからこれスクエニトランクスだと思ったけど、トランクスなんかツイッターにペッてあげるのどうかなと思って。いやまあまあ別にそんなに別にいいんだけど、いやそれちょっと思い出してね、面白い。いやでも T シャツに T シャツって書いてあるようなもんですけど、ね、そうこれ見るとでもあやっぱその時はブレイブレディフォルトだなと思ったんだけど、うん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 、ああでもそっかトライアングルストラテジーもこういう書き方なんだなと思ってね、うん、でもやっぱ、うん、言うてかっこいいですけどね。そうですね、うん、シンプルに、うん、そう、うんうん、思いますよね。それこそねドラゴンクエストとか FF とか、うんうん、ね今回発表もあったあの新女神転生5とか、もともとなんかこうねデザインがもうしっかりあるものはもうそのデザインに沿って多分作ってると思うんですけど、うん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 、ロゴのデザインね、うん、そうね。ね、まあ新作とかだったらやっぱそうなっていくのかなという印象はありますね。まあでも逆に変にね FF に寄せるみたいなもんしたくはないだろうしね、多分。まあ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 そうでしょう。まああとはそのやっぱ僕気になったのは、まあもう女神転生メガテン5もそうですし、うん、やっぱね任天堂スイッチオンラインの64と、うん、そしてメガドラが追加されるよと、いいじゃないですか、ということで。でただこれがあれなんですよね、うん、新たな料金プランっていうのがまたそれで同時に出てるんで、うん、ちょっと多分追加で払ってっていうことだと思います。まあでもそりゃそうだよなって思いますよね。まあ64のソフトとか普通にまだ現役っていうか、その普通にダウンロード販売でリマスター版売ったりするようなレベルじゃないですか、うんうん、それこそねツイッター見てたらね、ほんと数日前に64そのものと、うん、何だったっけな、なんか、マリオのなんかのやつを買ったんで、懐かしい、久しぶりにプレイしたいと思います、みたいなツイッター上げてる人が、この発表を見て、もう一回その画像を上げて、これ数日前に買ったばっかりなのに、みたいなね。スイッチでできるようになるんかい、みたいなね。ああ、そうっすか、みたいになるよね。うん、そう。あ、でもそうか、まあまあね、料金、その追加料金はまだいくらか発表されてないんだ。多分そうだと思います。まあ、でも言ってもそう、めちゃくちゃ高くなることはないと思うし、絶対多分、うん、まあ、プレイしたい人は入った方がお得かなという印象はありますけどね。そうでしょうね、きっとね。まあ、1000円超えないぐらいかな。まあ、どうせ今後多分大量にソフトも追加されていくでしょうから。そうでしょうね。でも、64のソフトか、なんだろうね。まあ、64もメガドラも持ってないですよ、これ、偶然ね。あ、本当に。そう、だからね。メガドラは持ってたんですよね。じゃあ、ダンさん的にはこれこれみたいなのあったんですか？でもやっぱりね、この中ではやっぱソニック2とぷよぷよがすごく懐かしいかなと、うん、でメガドラでね、その多分あんまりやってる人いないと思うんですけど、うん、あのゴーストバスターズ の映画のね、ほうほうほう、ゴーストバスターズのゲームがあったんですよ、うんうん、それすごいやってたのを覚えてて、それでないかな、でも権利的に難しいよなとかって思ってますよ。あるかもしれないですね。まあまあ、その作ってたメーカーとかにもよるかもしれない、ね、うん、そうそう、うん、でもちょっと厳しいよなって思いますね。まあ、半券ものは確かに難しそうですね。実際今見たところっていうか、配信されてるやつも半券厳しそうなのないですもんね、うん、キャラものというか。そうですね。まあ64の方だったらやっぱりスターフォックスがすげえ懐かしくてやりてえなっていうのが、友達の家でちこたまやったなみたいなイメージがあります。64のスターフォックス。そうそう。でもなんか、スターフォックスの64とかも確か評判良かったですもんね。いや、めちゃくちゃ面白いですよ。
そうですね、めちゃくちゃ面白い。まあもともとスーファミでスターフォックスやってたっていうのは僕の中で大きいんですけど、うん、まあ、スーファミのスターフォックスはなんか現実的なゲームっていうよりちょっとロマンみたいなとこありますからね。まあまあまあスーファミでやってるっていう、そう、ね、あんだけ 3D なゲームをスーファミでやってるっていうとこありますね。64、うんうん、は結構現実的なところに落ちたのかなっていう気がします、うんうんうん、なんか世界観もなんていうかスーファミの中ではよく分かんなかった世界観も64の中では結構、うんうん、ああ、まとめられてる。細かく、うん、説明されてるというか、分かるようになってるというか、よりこう、キャラクターたちに、こう、入れ込みやすいというか、まあ、そういう印象はありましたね。確かに、スーファミのスターフォックス、ストーリー意味不明だったもんな、なんか当時やってた時。まあ、よく分かんないけど、なんか発信して、なんか悪いやつやっていくんだろうなぐらいしか理解してなかった。それでゲームとして成り立ってた時代なんで、そうですね、なんか悪いやつがいるから、なんかやっつけろみたいな。そんなにあれ求めないっすみたいな時代でしたからね、うん、ストーリーをね。そうですね。まあまあまあ、ちょっと、まあ、だいぶ、ここだけでだいぶ時間かかっちゃってるけど、もう、パパッと、なんかありますか？あと、あと年代で。原作やってないけど、アクトレイザーは、うわ、アクトレイザーやるのって思いましたよ。アクトレイザーとルネサンス、ね。まあ、要はリメイクですね。スーファミのアクトレイザー。いや、でも、しっかりリメイクしてる印象でしたね。そうですね。結構、普通にリメイク作っていう感じの今風に置き換えました、うん、ちゃんとリメイクみたいな感じでしたね、うんうんうん、その動くようにしましたとかそういうレベルじゃなくてリメイクって感じでしたね、うん、そうですね、うんうん、まあでも過去の雰囲気も残しつつ、うん、まあその当時有名だった小城雄三さんはもう据え置きでそのまま小城雄三さんに BGM をお願いするという、うんうんうん、あれですよね、あの当時 FF4 が出る前ぐらいにこのアクトレイザーが出て BGM がマジですごいってなって、で FF4 の BGM がもうすでにほぼ出来上がりかけだったんだけど、うん、全部差し、それのせいで差し替えたっていう、うん、夢の話が、そんな逸話が、そうそうそう、ぐらいこう当時はすごく BGM がよくできてたとかっていう話、で有名だけどやったことはなかったっていうゲームなんで、ちょっと気になってはいる、うん、なんかちょっとなんか独特な、うんシステムみたいのもありそうでちょっと気になってるんですよね。なんかその神様として、うんうん、あの人間たちの世界を復興していきつつ横須賀アクションするみたいな、うんうん、どういうあれなのみたいな、なんかね街を作るみたいなのもありましたけどね、うんうんうん、そう、だからなんか機会があればそのスーファミだけどやってみたいななんて思いつつも全然その機会はなかったんで、あリメイク出るならちょっと、うんうんうん、なんか機械あれやってみてもいいなっていう感じに関わります、うんうん、気になる。まあでもなんか急にアクトレイザー来るのってびっくりしましたけどね、なんかねそんなめちゃくちゃ確かにエニックスの代表作、まあ代表作は代表作なんでしょうけど、それこそドラクエだとかなんだとかって、うんうん、他にも、ね、いっぱいあるわけだ、うんうん、なのにアクトレイザー来るんだと思って面白かったですね。確かにでも前に言ってたみたいな、ほらやっぱスーファミで、うんうん、売り込んでこうじゃないけどスーファミの頃のやっぱり良かったやつを掘り返していこうっていうのはやっぱり今のようにあるんだなと思って、ありますよね、うんうんうん、そう本当にやっぱ結局そのやっぱ30代40代を狙い撃ちしていこうとしてるんだなっていう感じはすごいあるんでしょうね、まあ、ありますよね、うんうんうん、完全にもうタイトルからしておっさんホイホイじゃないかって思いますよね普通にね、うん、思う、うんうん、思う思う思う、言うてまああのほらデルタルーンもね、チャプター2が出て、まあ、それの内容もね、うんうん、あの出てましたけど、うん、言うてまあねデルタルーンしかりアンダーテイルしかり、うん、もうやっぱ結局はそうですからね、まあ、ベースはそうですよね、当時にああいうものに身に覚えがある人がやるみたいなのが強いですよね、そう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 、まあ、きっかけとしては少なくともね、うん、あるでしょうね、うんうんうん、まあ、あとは、うん、スプラトゥーン3の新しい映像が出たりらしいですね、ねえ、まあ、ベヨネッタ3のティザーが出たりというところですかね。ベヨネッタがなんかよりお姉さんな雰囲気になってるけど、そうですね、毎回毎回なんかこう印象違う髪型とかだったりするけど、なんだろう、僕実は全くプレイしてないんですよベヨネッタシリーズ。いやまあ俺もちゃんとはプレイしたことはゼロです、うん、でもまあ評判いいのは知ってるし、うんうん、アクションがいいのは分かるんだけど、これ今回の映像見てて、うん、もうこれもねやっぱりちょっと笑っちゃったのね、これってワンツーもそうなのかなって思うんだけど、もうずっと踊ってんのよねベヨネッタ
うん、ちょっとね、俺正直で、うん、今までベヨネットやってこれなかったけど、なんか3もできない気がするっていうのが今の現状。わかる。いや、今までやってきた人は絶対こういうのをむしろ望んでるんだろうなって。そうなのよ。そうそうそう。それはね、すっげえわかるの。うん、その、もう、なんかよくわかんないです。ごめんなさい。僕、プレイしてないからわかんないけど、うんうん、召喚獣みたいなのをドーンとこう、ね、こう召喚して、そいつが戦ってる横で、その足元で光りながらすごい踊ってるのね。って踊ってるの。それがなんかこうちょっと笑けてきちゃうというか、うん、無駄に体力使ってんなって思っちゃうのよね。戦ってんだろうみたいな気持ちになっちゃうから、なんかまあまあそれがね、それがベヨネッタなんだけどね。そうそう、多分そうなんだろうなっていう気はするんですよね。個人的にはね、ちょっとね、なんかね、うん、やっぱりなんかどうしても俺はね、デビルメイクライと比較するしちゃう感じが、まあまあまあ確かに同じアクションゲームでね、まあテイストも近いし、まあ、作ってる人もまあ似てるところはあるんで、うん、なんかジャンルとしては同じジャンルですね。そうそうそう、うん、でもあっちとこっちって比較しちゃうと、やっぱ俺デビルメイクライの方が性に合ってるなって思っちゃうと、どうしてもベヨネッタがいいかなっていうところはちょっとあるんだよね。なんかまあ話としては多分シリアスな話がベースなのにキャラクターがちょっと飛んでるみたいなところがちょっとギャップを感じちゃうのかなっていう印象はありますけどね。まあもうかもしれないです、うん、なんかちょっとうまく言葉にできない部分もあるんですけど、ね、いや、わかるわかるわかる、うん好きな人はこれが好きなんだろうなっていうのはすげえわかる。でもなんか演出面とかですごい突き抜けてんだろうなっていうのは感じるんで、そこは興味あるんですけどね、うん、すごいね。なんかでもなんかアクション面とか俺ちょっとなんか難しすぎるじゃないけど、複雑になりすぎてるのかなっていう感じはちょっとしなくもないですよね。もちろんシンプルでも、まあ、どうしてもやっぱり3まで続いちゃうと、そういう面はね出てきちゃうよ ね, ね。だってワンツーで手抜いてたわけじゃないだろうし、うん、かといってなんかイージーオートマチックみたいなさ、なんかさボタン連打してるだけでコンボがつながりますとか言われたら、もうこっち傷つくじゃん。いやそんなん使わねえってなるじゃん傷つくそんなのは絶対使わねえけど、なんか普通のやつでやってるとなんか楽しめるまでちょっとハードルが高いしつとかじゃないけどさ、うん、まあわかるわかる、すげえわかる、本当わかる。もう昨今そのやっぱアクションゲームの進化が素晴らしすぎて、うん、あの一回こうクリアした、例えばなんだどうしたこの間の話題に対馬とかも、いやじゃあ DLC 出ましたってなって、うんうんうん、よしじゃあダウンロードしてプレイしようってなっても、うんうん、あれどうやって戦うんだったっけみたいな結構忘れちゃうのよね、本当数ヶ月しか経ってなかったとしても。対馬も結構複雑だからね、あれね、かなり、まあ、そう複雑だから、剣振るだけだったらいいけど、ね、そう装備っていうかサブウェポンを使おうと思うと結構複雑ですからね。いやそう、サブウェポンの切り替えもそうやし、そうそうそう、肩の切り替えもそうやし、うん、その相性とかも忘れてるから炎がね、なんかあって、その水が炎に強いとかそういう次元の相性とかだったら、まあまだ感覚でわかるけど、ね、水の方風の方とか出てきて、それが槍に強いとか剣に強いとか盾に強いとかって言われても、ちょっとイメージがこう結びつかないから、ちょっと練習から始めなきゃなみたいなのがちょっとしんどいのはあったんですよね。ベヨネッタとかなんかかっこよく戦うにはそれ以上の反射神経を求められそうな感がある。それはそうかもしれない。それはそうかもしれない。確かに。いやまあまあその辺正直デビルメイクライも似たようなところではあるんだけど。ああなるほどなるほど。まあまあそう、ね。まあまあでもまあ非常に期待されてる一本なんじゃないかなと思って、ね。そうですね。そうですね。確かに確かに。ベヨネッタもまあ機会があれやってみたいんだけどね。一本クリアするのどれぐらいなんだろう。何十時間ぐらいかかるのかな。どうなんでしょうね、アクション。でも、ああいう系ってそんなに長くないイメージはあるけどね。そんなにだらだら長くはないと思うんですけどね。2、30とかそれぐらいかな。それぐらいだったらもう集中してスパッとクリアしちゃいたいなっていう気持ちはあるはあるけど。そうですね。でも確かに、なんか急に叫んで召喚したりとか笑っちゃいそうだよね。なんとかーとか言ってたよ。そうって出てくるんでしょ。あ、いちいちポーズ決めなきゃいけないのかね、そこでね。いや、でもやったらやったで、なんかあれですね、なんか、その、リングフィットのビットにじゃないけどさ、ぐらいハマっちゃうのかな。わかる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 。いや、ほんとそう。ほんとそうなんだ。そういうくすぐりなんだろうな、なんかな。楽しくなっちゃうんでしょうね。
僕にとってペルソナがそうだったんですよ。ペルソナ5やった時に、いちいちカッコつけるやんって思ってた、もともとは。いちいち、その、なんていうか、アクションゲーじゃないのに、あれ、その自分のターンが来た時の、あの、ポーズの取り方とかが、いちいちカッコつけるやんって思ってたんだけど、いや、近いものだ、メニュー画面とかもね。だけど、そのカッコよさにやっぱ、なんか、惚れちゃった部分は、実際プレイしてあったから。実際、ベヨネッタもそうなんだろうな、とは思いますよ。ベヨネッタのトレーラーもそんな感じでしたもんね。うん、なんか、ベヨネッタで出てきたあたりからすげえおしゃれな BGM が流れ始めるみたいな。その前まではね、軍人とこうね、なんか怪獣がこう、戦ってっていう感じだったの。別にポーズも何もなかったのに。急におしゃれな BGM 流れ始めて、なんか、踊りながら戦うみたいな。そうそう。もうスタイリッシュっていうジャンルのゲームですよね、あれはね。まあまあ、そうですね。まあ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 、忍耐はこんなところですか？そうですね。話しすぎましたね。本編行きましょうかね、そろそろね。そうですね。うん、はい。では、今回は本編では、先ほども言いましたけれども、とうとうこの話をする時が来たかということで、はい。ラストオブアスパート2について、お話ししていきたいと思います。はじめちょろちょろあとパッパスタイルでいきたいと思いますんで、最初の頃は一応ネタバレなしでいきますんでまあそこまで聞ける方聞いていただいて、ネタバレが気になる方はそこから飛ばしていただけ、はい、本編いきましょう。いきます。はい、ラストオブアスパート2です。よろしくお願いします。なんてよろしくお願いします、なんて言ったか分かるけど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱりこのゲームを語るっていうのは、まあ、もちろんね、あのこのゲームなんとかね、僕が出る前のゲームなんとかでも、なんかやっぱラストオブアスっていうね、ゲームについては深く語られていたと思いますし、1について語りましたね。そう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 。で、あのパート2に関してもやっぱり小平さんがプレイしてみて、他人に勧められるかどうかはちょっと自分では判断できないみたいな、そんなお話をされていたと思うんですが、でもプレイする人みんながなんか、みたいな雰囲気をすごい出してるのを感じながら、やっぱ怖いゲームなのっていうか、まあそれは1が、まあ、ある種ね、そういう重苦しいというか、まあうね、内容のゲームだったから、まあ2でもそこぶらしたら逆にラスアスじゃないだろうからな、でもそんなにきついのって思いながら、俺が結構しばらくやってなかったんですね。まあ僕もそうなんですよ。俺の中ではなんかね、やっぱりね、その前にラスアスパート1をやった割とすぐ後ぐらいに2がもう出ちゃう気取りだったんで、なんかね、そんな続けてやれるゲームじゃないのよね。メンタル的に他のゲームやってしばらくなんかぐるっと回ってきてからやりたいわっていう感じだったんで、ちょっと今までなかなか触れなかったっていうところもあったりだったりするんですけど、まあちょっととりあえず、まあね、ほんと初めちょろちょろということで、へーへー、ネタバレなしでね、まあ、全体的なこう、まあ、感想と言いますか、ふわっとね、これからこうやる人がいるんであればその人に向けてみたいな、まずちょっと一点 お伺いしたいんですけど、はい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 、春さん的にはこのゲーム、ラストオブアスパート2、他人におすすめするゲームかどうかっていうのをどうですかっていうのを聞きたいんですけど、どうですか？ね、完全に手放しでとりあえずやってみっていうゲームではない。ああ、なるほど。ちなみに1はどうだったんですか？1はとりあえずやってみって言えるゲームだった。1も俺は人を選ばずにとりあえずやってみろって言えるゲームではないんじゃないかなっていうぐらい中身が、まあ、そもそもホラー的要素が あるからね。そうそうそう、それもあるけど、それ以上にこうストーリー的な内容としてもそうだみたいな印象ですかね。まあ、ストーリーは俺正直誰がやってもある意味いいとは思うんだけど、ストーリーのその話の、に関しては、まあ2もその2もそれ以上に表現が
きつい部分があるんじゃない。まあまあ確かに確かにね、うん、そっちの方が俺問題だなと思って、うん、まあちょっとまあグロテスクな表現だったりだとかっていう、うん、っていうのが普通にしれっと出てくるんでしょ、うん、容赦なく出てくるでしょ、まあ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 、確かに確かに1 もまあもちろん2も、うんうん、いかにもっていう感じでっていうよりはもう本当にこうね、うん、うん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 、だからそこは配慮はどうしても しなきゃいけないんじゃないかなって思うところはあるかな。なるほど。うんうんうん、ただまあまあそれ聞いた上で、でもこのゲームは間違いなく、うん、狂気レベルでめちゃくちゃ頑張って作られたゲームだなとは思うんで、うんうんうん、そういう意味ではそれを見たい人は進めたい。そ、ね、うん、それをなるほどなるほど、それを、うん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 、さっき言ったのが許せる上で、うんうん、許せる人です、でもすごいゲームだよっていうのでやってみたいっていう人にはすごく進めたい気はする。うん、なるほど、うん、まあ、ほぼほぼ僕も同じような感覚なんですけど、強いて言えばその、うん、今回のラストオブアスパート2をおすすめしない人っていうのは、うん、僕はどっちかというとおすすめしたい派なんですよ、ね、僕はね、うんうん、したい派なんだけど、おすすめできない人っていうのはワンをやってない人ですね。いや、まあ、もちろんね、確かにね、そりゃそうだわ、確かに、うん、もうワンやってる前提だったけど、これ結構意外とね、ワンとか2とかってやっぱこうシリーズものになってるもので、意外と、はいはい、いや1じゃなやってなくても2からでも楽しめるよみたいなあるじゃないですか。はいはいはい、ね、まあ、まあ映画とかでもね、そういう作りになってたりとかね、うん、そう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 、うん、ね、なんだ、うん、同じ会社が作った、もうさっきから全然ゲームのタイトル出てこないノーティードッグが作った、はい、あれですよね、えあれ、あのゲームですよ。アンチャーなんとかね。アンチャーテッドね。そう、アンチャーテッドのはい、はい、ナンバリングもね、たくさん出てますし、ね、まあ、スピンオフといいますか、スピンオフといっても、まあ、本当ナンバリングと変わらないぐらいのボリュームのある作品も出てますけど、うん、あれこそ本当にどのタイトルから、全部繋がってるけど、どのタイトルからやっても楽しめる。ね、あれこそね、誰にでもおすすめできる、映画体験のできるゲームじゃないですか。アンチャーは完全にそうでしょうね。まあ、誰でもそんな嫌いな人はいないでしょこれみたいな。いないですね。で、まあ、うん、プレイ時間もさっくり終われるぐらいの感じで、うん、本当にバランスの取れた良作なんですけど、うん、で基本的に意外とというか基本的にはアンチャーテッドで培ったその技術をかなりまあね、うん、ラストオブアスでも使ってると思いますし、うん、多分同じチームっていうか、まあ、同じメンバーが作ってる人たちも多いと思うんですよ。完全に一緒 ではないと思うんですけど、うん、で、まあ、僕はやっぱりこう他人に勧められるか否かっていうところでは勧めたい派ではあるんですよね。こんな体験他でできないからっていう切り口でね、うんうんうん、まあ、もちろん先ほど春さんおっしゃってたみたいにちょっとグロテスクな表現だったりだとか、うん、その見た目にグロテスクじゃなくっても精神的にちょっときついっていうのは実際あるので、うんうん、そういうのがちょっとあんまり見たくないっていうね、人はちょっとおすすめはあんまりしない方がいいと思うんですけど、でも普通に映画でもこの体験できないじゃんって思ってるんですよね。わかります、わかります。唯一無二なんで、これはゲームとして唯一無二じゃなくて、うんうん、エンタメとして唯一無二だと僕は思ったんで。それはそうだな。いやでも普通だったらあそこまで、うん、描かないと思うのよ。そうね。いやだから、ね、極端な話、うんうんうん、別に悪い意味だけで言わないんだけど、頭おかしいんだってやりながら思うのよ。なんかこれ作ってるやつ思うの。いや、いろんな意味でね、そのストーリー もそうだし、それ以外の部分も普通にやってて頭おかしいんかこいつらって思う言いながらやるぐらいうん、うん、どうかしてるのよ。どうかしてるからこそ唯一無二なのよ。なんかそうですよ、うん、なんかその、うん、なんていうか落としどころみたいなのは探してないなっていう感じはあって、あ、まあそれもあるかもね、うん、なんかこうやっぱ落としどころってその見てる人とかプレイしてる人が納得する場所みたいな感じじゃないですか、うんうんうん、どっちかっていうと、うんうんうん、もうそのそうじゃなくって、そのジェットコースター乗ってったらその通常スタート地点に戻ってくるはずなのに途中で放り投げられたみたいな感じというか、うん、そのジェットコースターに乗るってことは恐怖感を楽しみたいってことでしょみたいな感じの説明を受けて、うんうんうん、ああちょっと前回乗ったジェットコースターが作った同じ会社が作ってるからこのジェットコースターはあれとっても良かった、あれぐらい普
通の人はあれ怖いとかって言って乗らないけど、俺あれ楽しめたんで、うん、みたいな感じで、うん、このラストオブアースパート2っていうジェットコースターに乗ったら、スタート地点に帰ってこれなかったんですよ。いやいや、まあでも、本当感覚的にはね、そんな感じあるよ。うん、ポーンってね。あの、怖いの体験っていうか、したいよねって、まあ、ワンみたいなものの、もっとすごいやつ体験したよね、ツー、うん、だしって言われて、あ、乗ります乗りますって乗ってったら、レールに乗ってったんだけど、途中からレールないみたいな。うん、でレールないのが仕様ですっていう感じ、うん、なんだろうね、その一回バーンってこう高いところまで行ったらレールないところを空中うわーって行って、たまにまたレールにガシャーンって乗って、なんかこうでそのまま海の中にも入ってっちゃうみたいな、それぐらいのなんかこうね、その意外性というか、こうそうですね、体験が、あれはでも映画でもやっぱできないんですよね、どうしても。できないでしょうね。うん、っていうか、なんか映画で、いやまあ映画的表現ではあるが、ゲームそのものはね、うんうんうん、ゲームそのものは映画的表現ではあるんですよ。あるけど、うん、でもゲームであるという特徴があるからこそ、映画にできない、真似できない、うん、その感情移入と、その、うんうんうん、だからこそのストーリーへの、そのいろんな気持ちの揺らぎというか、こうね、動きっていうのがプレイヤーに感じて、感じられてしまう。そこはすごいゲーム的ですよね。そうなんですよね。ゲームだからこその感じ。でもなんかこれはね、でもね、本当にね、うん、やった人のプレイヤーが、痛いっていう思う気持ちもわかるし、賛否両論になって、うん、じゃないですか一時期。むしろ3、まあ、ピのピの方がすごい大きかったじゃないですか、ユーザーの方の評価って、うんうんうん、ちなみに俺らは多分2人ともピではないよね。全然ないです、うん、もう絶賛です、僕はもう大絶賛、うん、そうやべえ、俺はすげえって、やっぱこう俺確かになんかピではないんだけど、称賛の仕方を悩むっていう感じ。あー、なるほどね、そのうん、うんなんか全く、うん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 、難しいね言い方が難しい。いや難しい難しい。いやもちろんネタバレしない前提で言うから難しいっていうのもあるし、うん、ネタバレ前提で言っても難しいんですよ、結局これは。これをなんか全面的に、うん、なんか称賛するっていうのはなんかありなんだろうかみたいな気分にはさせられるの。でもそれがなんか逆にラサスなんだろうなっていうすごい思うところでもあるの。うん。で多分狙ってやってるしね、うん、やっぱね。それを。そうそれはそう。でまあ思惑通りにはまってったなっていう感じ。うん。そうだよね。それがすごいっていうのはやっぱりある。だから逆に言うとなんかラサスパート2を火だったタイプ、3P のピだった。人は逆になんで火だったんだろうなとも思ったりするんだけど、まあそのできるだけネタバレなしで言うと、やっぱり1の中で培われた、うんまあ、ほとんどのっていうか1をやってないで2をやった人が、うん、その火に賛否の火の方に走るのも、うん、まあなくはないんだけど、うん、今回の一番多い火はやっぱり1をやってたからこその火っていうのはあると思うんですよね。まあまあまあそうだよね。でも火をつけられたい感もあるよね、やっぱね、ちょっとね、 ある意味でね、あのその制作側がってことですか。そう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 、だから完全にわざと裏切ってもちろんもちろんもちろん。だからやっぱこうレールをね走らせといてぶっ飛ばすっていうことをやっぱやってるんですよね、あえてね。その事故じゃなくってそういう乗り物っていうとして作っちゃってるから、うん、それはもうもちろん火も甘んじて受け入れるっていうのは当たり前に思ってると思いますよ、それは。うんうん、そうだね、うんうん、だから3もピもなんかでも内包してるんだよね、うん、内包してて、じゃあそれを全体に見た時にそれが、うん、なんだろう、いい作品か悪い作品かっていう判断とはまたちょっと別のベクトルかもなみたいな感覚もあるかな。そうですね、それは火の部分も捉え方としてはあるよな、そりゃっていう感覚。うん、でも僕の感覚としてはやっぱ最後までやりきった上で火って言ってんのかなって思っちゃうというか、うんうんうん、こうなんだろうな、こう感情移入してるからこそ、うまく感情移入させられてるから、プレイヤーとしては、うん、させられてるからこそ火の感情になっちゃうわけじゃないですか、今回の作品は。そう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 。で、それそういうゲームを作ってること自体に凄みを感じないのかなとかって思うんですよ、ね。いやだからそう俺も今言ってたのは、ね、だからそういうことよ。まあそうなんですよね。だから火っていう感情は生まれるじゃない。でもなんかそれはだから作品全体の火なのかいっていう。そうなのよね。感覚になる。本当にもうこれはやったことない人が聞いたら何言ってか分かんない怖い怖い怖いってなるね。これ
人たち何ってのは分かんない。でもちょっと気になるってなってくれてると嬉しいんだけどな。いや、本当。だから、その、それぐらいの体験っていうものができるゲームって、いや、本当になかなかないし、別にグラフィックが良ければできるかっていうとできないし、じゃあストーリーが良ければできるかっていうとできないし、そのゲームシステムが良ければいいかっていうとそうじゃないし、これ全部がうまいこと合わさって、それでやっぱりワンっていう前提があって、揃って初めてできる。で、しかもやっぱ、こう、ノーティードッグが、こう、まあ、これそのものに何年かけたか分かんないですけど、ここ最近のそのね、そのチームが、からいろんなベテラン勢が抜けてったりとかしてるんですよ、はいはいはい、ここ最近はね、ここ数年で。その中これを完成させてるっていうのが、やっぱえげつないというか、いや、すごいですよね。他の大手のゲームでもこんなゲームの作り方しないんじゃないってシンプルに思うんですけど。しないし、そのじゃその、あ、多分ありえないんですけど、続編が出た時にさらに。多分ありえないんだけど、いや、わかんないよ。さらに、一応なんか、次作るなら、その、ラスアスの続編か新規 IP かどっちかだって言ってるのは見かけましたよ。あ、マジで？うん、出ちゃうの？ただそのラサスの続編が出るためにはそれで、ね、そのシナリオっていうかができれば出すけどできなきゃやんないよねっていう話でした。無理じゃないこれ。いや、その正直ワンの終わり方って、やっぱこういろんなこうな謎というか引っかかりを残す終わり方させてるじゃないですか。うん、え、この後二人はどうなっちゃうのみたいな。うん、その。でも2もある意味ではそうなんじゃないの？いや、まあ、確かにね、そうだけど、うん、なんかこう、まあまあ、でもこれはちょっと後でネタバレの方でも話すような感じのものになっちゃうんで、まあ終わりのこととかに特に関してはね。うん、だけど、僕の中では、1で残ってたわだかまりみたいなものが、完全に、まあ、解消というか、そうですね、説明されたというか、その、こういう風に結果、1の時にあの残ったあれは、こんな風に なったんですよっていうのを見せられたから、うん、納得というか、うん、ああ、なるほどっていう風に。もう次はじゃあ、まあでもやるとしたらもうちょっとワンツーのあの主人公たちとは違う話になって、うんのかなとかっていうのを思っちゃいますけどね。まあ、かもしんないし、もう一組の無理主人公の無理じゃないけど、まあでもうん、うん、最後ああなってはいったから、うんうんうん、まあ一応はその主人公の続きの話でもできなくはない、まあ、できなくはないですよ、ね、だけど完全にこうあのそれまでのその生活とかそれまでの世界とかっていうものから、うんうん離れていくっていう描写だったんで、うん、主人公がね。そうだね。うん。だからもう、完全にリセットされてるというか。まあ、それはわかりますね。まあ、エリーそのものの、その、のそのものには何もこう、わだかまりみたいなのはない。うん、むしろ、こう、もう一組の方が、あの後どうなったんだろうって気になるっていう感じはある。うんうんうん、まあまあ、そのもう一組っていうのがね。そっちも描き方はありますよね、きっと。うん、いや、まあ、でも言うて、その1から2の間って結構ウルトラシー決めてると思うんですよ。なんだかんだ言って。うん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 。だからまあまあ、その。どういうこと？そのウルトラシーっていうのはどの部分の指すことを指してます？だからまあ、その想像で保管できるというか、うん、部分をうんうんはいはいはい、はい、こういう設定にしましたドンって持ってきたとは思うんですよ。だから確かにね、うんうんうん、2から3があったとしたらじゃあこういう設定にしましたドンは持ってこれなくはないと思うんですよね。まあその後をどう面白くするかの問題な気はするんですけど、うんうんうん、確かにそのだからまあまあやるとしたらまあできなかないんだろうなって思うけど、まあ、でも出たところでやるかって言われると、うんうん、今の心境的にはちょっと落ち着かせてって思う。あ、本当に。もう僕はもう出たらすぐやりたいですけどね。っていうか、あれ。めっちゃやりたい。うん、あのさ、俺、なんかシンプルに作り手心配になってくるのよね、あれね、あのゲーム。あー、なるほど。作り手の方が病んじゃってるんじゃねえかみたいな話、ね。病んじゃってるもそうだしさ。いや、まあ俺、別にゲームの、うんシナリオっていうか進行に関わる内容じゃないか言うけど、だから作り込み方おかしいでしょ、うん、だってあれなんか普通にさ基本的にゲーム自体はさある意味その1回しか通らない場所なのね、うん、ほとんどの場所は。うんそう。
そう、ね、何回も行ったり来たりする場所、うん、ほとんどないですよ。まあ、まあ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 ちょっとまあね何回か、まあ、行くことはないことはないけど、そう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 、本当にほんのちょっとね、うん、行ったり来たりする場所、まあ一本道ですよ、ほぼ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 、うん、まあワンもそうだったけど、うんうん、ほぼほぼ一本道じゃないですか、うんうん、ほぼほぼ一本道の作り込みがいや おかしい狂気、おかしい、本当におかしい、うん、だって何個かお店があってさ、そのまあ廃墟なんですけど基本その廃墟の中にあるお店の中も全部このお店はこういうお店だからこういうものが置いてあってこうなってこうなってこうなってるんだっていうのが全部考えられて全てが配置されてるのよ、うん、そうやばーと思って、妥協しなさすぎ、使い回しはほぼほぼないし、ね、ないない、多分なんか建物の内装とかも使い回し長いんじゃないみたいな、本当になんかやっぱその町の、まあ、歴史とまでは言わないけど生活してた感じが見えてくるというか、うん、で現実味がすごいある廃墟だよね、あるがずっと続くのよだもうなんかフォトモードはかどるはかどるここも撮っとこうあそこも撮っとこうみたいな、同じの繰り返しだったらさ、ね、まあ前と同じ感じかってなるじゃん、うんうん、なんか結構違うのよやっぱ、違う、よりで見ても違う、すごいよね本当に、あ、だからそのゲームをず作るってすごい労力じゃない、うん、おそらくやばい、本当にすごいと、どうやってやってんのっていうレベルじゃない、うん、で結構なクオリティじゃない、すっごいと思う本当に、まあ、敵の雑魚敵に関してはちょっとキャラの使い回しとかはあったはあったけど、うんうんうん、けどその話せるようなキャラクター、その名前も分かんないようなキャラクターだけど、うん、なんかこうちょっと声かけてくれたりとかするようなキャラクターたちの、うんうん、そのグラフィックの丁寧さというか、もちろん主人公エリーと、うん、そのジョエルと、まあ、そのあたりのその結構主要メンバーたちのまあ表情、うん、やばすぎますよね。ね、本当に僕、ね、顔の演技やばと。悪く言うつもりはないんだけど、ロストジャッジメント出たじゃないですか、はいはいはい、つい最近。で、実況プレイとかちょろっと見たんだけど、うん、もう見てられないよね、あれ。そこと比較するのはやめてあげて。本当にね、こう、ちょっと本当に申し訳ないけど、もう仏頂面がすぎるし、気持ち悪いわって思っちゃったんですよ見てて。いやゲームとしてねいい悪いっていう話じゃなくて、こうフェイシャルとか、ね、やるんだったら結局そこまでやんなきゃいけないよねっていう感じはもうどうしても受けちゃうのよ、うん、ラストオブアス、まあ、ワンもそうだったけど、ラスト1のカットシーンはもうほぼほぼ映画見てる感覚ですね。いやもう本当にすごい、人の表情の演技とかもめちゃくちゃすごかったですからね。めちゃくちゃ細かいというか、うん、なんだろうな、完璧なんですよ、ね、いただきました完璧僕は言ってもやっぱ CG っていうものに対してその、はいはいはい、そのどうしてもこうねなんかこうあはいはいここまでしか来れなかったよね、そりゃそうだもんだって CG だからみたいな気持ちはいつまでも持ってたつもりだったんだけど、やっぱり、うん、ラストオブアース1もそうだったけど2においてはもう完璧としか言えない、うん、これはすごい、演者もなんていうか妙利に尽きるというか、うん、ゲームでしょってやっぱ気持ちにならないですよね多分演者側も。そうですね、なんかこうね、言ってもゲームで私演技してる、うん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 、その映画じゃないんだみたいなつもりじゃないというか、そうですね、もう本当に多分映像的にね、そのリアルでは顔にいっぱいいろんな印つけて体に十二も印つけて演技してるから、うん、で CG だからそのブルーバックだったりグリーンバックだったりとかで撮ってると思うんですよ。でまあ昨今の普通の映画も CG でそういうところもあるから違和感はないのかもしれないけど、それでもやっぱりゲームとして撮ってるっていう気持ちは絶対あると思うんですよね、演者側からすると、うんうんうん、その役者側からするとね、うんうん、でもこのやっぱりラストオブアースっていう作品は、うん、なんていうかそれをちゃんとこう演者にも誇りを持てるようなものを完璧に作り上げてきたなと。それはもうデトロイトビカムヒューマンとかあのあたりとかもそれをすごく感じさせたんですけど、うん、でもその
でもやっぱり僕の中ではデトロイトビカムヒューマンもやっぱ CG だよねっていうのは拭えなかったんですよ僕の中で、はあはあ、その表情の感じとか動きの感じとかね、うんうんうん、でも、まあ、でもあのゲームはもともとキャラクターがアンドロイドっていうのがあるから、まあ、なんかわざとやってるっていうかね、そこをわざとそういう理由付けをさせてるのかなとかとも思うし、ね、いや、そうそう、その不自然さが素晴らしかったんですよ、うん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 、でも不自然ながらもやっぱ最先端の CG 技術でそのリアルな動きにはなってるから、うん、人間とそのやっぱアンドロイドの狭間にいるキャラクターっていうのをめちゃくちゃうまく表現できてたんですよね、うんうん、そうだからそれがものすごく僕の中では良かったなって思ってるんだけど、うんうん、それやっぱこう飛び越えちゃってきてるんですよ、やっぱラストオブアスパート2になっちゃうと、うんうん、でそれが単純なカットシーン、そのムービーシーンだけじゃなくって、こういやアクション中もそうなんですよね、はいはいはい、そのね、やっぱこう単純にパンチ、このボタンを押したらパンチを押しますとか、うんうん、このボタンを押したらジャンプしますとかっていうアクションっていうのはどうしても何かのアクションの途中にそのジャンプボタンを押したらなんか挙動が変でジャンプするというか、うんうんうん、その決まった動きしかできないから普通は、うん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 、だけどこのゲームはどんな体の状態でもそれに沿ったというかそれ状態からジャンプするんだったらその体の動きになるよねみたいな、不自然さがもうほぼゼロだったんですよね、あの連続性へのこだわりが異常、そう半端ないんですよね、あのゲーム全体でもさ、わざと連続性を途切らせないんだよね、なんかね武器を改造する場所みたいのがあるんですけど、そうね、そこもずっと連続したままなんですよね、普通だったらメニュー画面みたいなパッと出てくるじゃないですか、うん、まあ、メニューっていうかそのゲーム的なインターフェースも出てくるんだけど、うんうん、でもキャラクターはそれとは別にちゃんとこのテーブルの前に立ってここに武器をこうやって置いてこうやって改造してます、改造終わったんでポッケに入れて持って帰りますっていうのが全部連続したまま表現されてるんだよね、うん、ゲームの中でね、まあ、強いて言えば、うん、その部品どこから出したとは思うけどまあね、いやでも強いて言えばね、 それを差し引いたとしてもその連続性へのこだわりは、うん、ゲームの中では多分ほぼ随一に近いぐらいのクオリティと、本当にすごいやり込みだとは思うよ、本当に本当にすごい、うん、あれは何でしょうね、これさ逆に言うと、うん、なぜそこじゃないと改造できないんだって思えるぐらいどこでも改造できたけどねその改造できるデスクっていうのがゲーム内に点在してるんですよね、はいはい、作業台で、そう、うん、その作業台があってそこには必ず照明があって、うん、その照明つけたり消したりするモーションでさえ僕はなんかこうすげえなって思っちゃうというか、わかります、わかります、なんかあのゆっくり改造してるわけじゃないんですよね、今にもういつゾンビがこう自分たちを襲ってくるかもわからない状況でその改造してるから一個一個が焦ってる動きに見えるんですよちゃんと、はい、なんかこう武器を切り替えるのとかのも一個一個がすっごいこう無駄がない動きなんだけど自然に見えるっていうのが、もう1の時からさ武器切り替えのあたりもさすごく現実的、うんな、そうですね、武器切り替えシステムだったじゃない、うん、要はポケットから出してないやつはすぐに取り出せないみたいな、うん、要はポケットじゃないバッグか、バッグから取り出してない武器はすぐ交換できない、一回しゃがんだしね、一回しゃがんでそうバッグの中に入ってる武器は一回バッグを置いてそっから取り出して、その今持ってるやつと交換してそっちをバッグに入れて、うん、バッグを背負い直してからじゃないと打てないっていう、うん、そうああいうのはワンからあったけど、それの延長だよね、うん、なんかね本当に、うん、そうなんだよな、うん、もうなんか、まあ、別にネタバレってほどじゃないんだと思うんだけど、うん、あのまあ要はキスシーンみたいなのが簡単に言うとあるんでね、あーありますね、あるんだけど普通キスシーンってさ、うん、そんなリアルになんないでさ、そのキャラクターとキャラクターの口がさビュッくっつくみたいなイメージじゃん、うんうんうん、めっちゃ本物にしか見えないの、うん、そのくっついてるところがすごかったすごかったキスシーン注目、うん、そのなんだろうね本当すごいのよ、その笑っちゃうんだけどね、こだわりどうかしてるでしょみたいなそのなんだろうな全然違う理由で魅了されるんですよねそのシーンに、いや本当本当すごすぎるんだよな、うん、だって布の一つから撮ってもさすげえなんかめんどくさそうな布の動きしそうなやつもすごいリアルに描かれてたりするじゃない、うん、
狂気だよね。そうなのよね。狂気だし狂気なんだよね、あのゲームね。途中赤ちゃん出てくるじゃないですか。はいはいはい。赤ちゃん、うんうん、結構意外としっかり赤ちゃんの表情とか見れるところとかあるじゃないですか、うんうん、赤ちゃんってね結構やっぱ表情としても難しいと思うんですよね、かなり、うんうんうん、だけどね、であと気持ち悪くなりがちなんですよね、 CG で赤ちゃん作ろうとすると、はいはいはい、ありますね。でもね可愛かったんだよなあいつ分かります、可愛かったんだよな。いや現実的な可愛さな気がするんですよね、まあ、他のキャラクターも全般そうだけど、すごい可愛い、そのなんキャラクターとして可愛いでしょっていうキャラクターじゃなくて、普通に人間味のある、まあ、それこそあのホライゾンのアーロイとかもそういうタイプだと思うんですけど、そういう表現がちゃんとできてるみたいな、うん、うんうん気はします。いやまあ本当にまあ何してもね、こう全体的な動きもそうだけど、僕はやっぱこう表情が、うん、なんだろうね、そのもちろん演者がやった表情なんだろうけど、多分あれ作り手側も、うん、ちゃんとなんだろう、演技とは何かとかっていうのを完璧に理解してるというか、こう、うんうんうん、僕その本当におこがましい上から目線の発言でちょっと恐縮なんですけど、うんうんうん、あの演技が上手いか下手かで結構人を見ちゃうというか、その演者たちをね、はいはいはい、それ以外の魅力って結構あるんですよ。僕、うんうん、アーノルド・シュワルツネッガー大好きなんですけど、うん、あの人めちゃくちゃ演技下手くそだけど全然違う魅力でもう押し切っちゃってるというか、はいはいはい、なんかそういう役者ってそこそこいるじゃないですか、なんかこう演技は下手くそなんだけどっていうね、だけど僕はその演技が上手い人の方がなんかこうものすごく評価しちゃう傾向にあるんですよ、うん、でそういう目でそのやっぱあのゲーム、映画っぽいゲームっていうのをプレイした時に、うん、あんなにこう細かくこう感情を表現できる表情をする演者もすごいし、うん、それをゲームに落とし込む制作側ももっとすごいと思ってるんですよ、うん、なんかこうこの表情はこれを言わせたいんだよなみたいなのが本当にこう本当に細部に神が宿ってるんですよね、細部に、ね、まあそれはそうだと思う本当にそういうゲーム、そう眉毛の動かし方一つとかでも、うんうんうん、全然違うし、シワの寄り方とかでも、うん、それはね多分パッケージのエリーの憎しみの表情でも完全に現れてるんですけど、うん、やっぱこうあれがあのワンパターンじゃないんですよね、同じ憎しみの表情でも、うんうん、こう一個一個のその憎しんでるからあの眉間にシワが寄ってるのと、返り血を浴びていてこう眉間にシワが寄ってるのと違うんですよ一個一個が。それがもうちょっとね、もう同じようなことばっかり言ってるけど、なんかもう完成度が他のゲームと比べて圧倒的に違う次元にいっちゃってる。いやそうなのよ、そうなのよ、そこはそうなのよ。でも一方でそれがあるからこそっていうのもあるけど、小平さんが言ってたような一種トラウマ、うんうん、になるみたいな、ちょっとした PTSD やんけみたいな冗談みたいに言ってたけど、でもなってもおかしくないかもなっていう要素にもの一つにもなってるから、うん、だからなんかある意味これ本当に人に簡単におすすめしちゃっていいのっていうブレーキになっちゃうんですよ。そのよくできてるからこそみたいなところはあるけど、まだなんかある？そろそろそのネタバレ出しはもう、ね、もうこれぐらいにしときましょうかね。そうですよ、もうそろそろネタバレしますんでね。はい、ネタバレありということで、はい、まあ、もしまだプレイしていない人でちょっとねストーリーのこと知りたくないっていう人は一旦ちょっと止めていただいて、ね、今後プレイしようかと思ってたよとかは、はい、ちょっと聞いたので思っちゃったよっていう人はちょっとこらえていただいて、うん、そうですね、もうあまりにもこれはネタバレがその存在として大きすぎるからこの作品におけるネタバレがまあストーリーの重要度はめちゃくちゃ高い、うん、それでいって結構序盤からその要素があるので、うん、まあみんなが言ってるやつな、序盤で、うん、本当にこれは、ま、何にも知らないで1をやったことがあって2ちょっと気になってるけどどうしようかなって思ってるんだっていう人は本当に一回止めた方がいいと思う。そうだね、うん、でも一個だけ言えるのは、おすすめしたい僕からすると全部のネタバレを聞いた後プレイしても
すごく楽しめるゲームであると、うんうん、それはそうだと、それは確かにそうかもしれない、うん、それを分かった上でやったとしても、やらないと分からない部分が多すぎると、そうそう知らないでプレイした方がよりジェットコースター感はすごいけどね。まあでも、はい、その後やっても別に手遅れではないとは思うね。確かにやってみないと分からない部分が本当に体感しないと、うんうん、あ、そういうことだったのかって思う部分が、そう、まあ、そういう仕掛けになってるしね、そもそもね。あ、そうです、ね、自分がボタンを押してやってるからこそっていうのはある。もちろんもちろん。はい、ということで、じゃあここからはネタバレありということなんですけど、さあどうですか。さあどう、俺さ、このゲームをさ、なんか一言っていうかで、はい、まあ、結果こういうゲームだったなって思うんだけど、おーおー、なんかもう、うん、まあ、ラサシリーズがやっぱりそういうゲームなんだなと、何を表したいゲームなんだろうなとずっと思ってたんだけど、うんうんうん、俺はなんかそのゲームで痛みを表現したいのかなって思うんです、ね。まあ痛みはとにかく伝わってきましたよね、確かにね。うん、うん、それはもうその物理的な痛みも心の痛みも両方、もちろんそうですね。まあでも、うん、なんかある種通じてるところはある気がします、その物理的な痛みと心の痛みがね。なんか本当にやっててずっといたたまれないんですよねなんか簡単に言っちゃうと。そうですね、まあもうそもそも1の最後があったから、うん、あの、まあ、ワイルの最後、さっきもちょっと濁して言いましたけど、まあ、結局はそのジョエルが、その、ワンの主人公ジョエルが、エリーを助けるためにいろんな人たちを殺して、うん、本当はエリーが、ワンのラストで、うん、世界中の人のために死んでいれば、もしかしたら世界は救われたかもしれないっていう状況の中、まあ、ジョエルのエゴのために、うん、エリーを救って、そのファイアフライっていう組織を壊滅させてしまったという過去があって、うん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 、そもそもその彼の後の人生っていうのは基本的にずっとそれを背負って生きていかないといけないというものがあるわけで、それをしかも象徴するエリーというのが常にそばにいる生活をしないといけない、うん、わけですよね。だから常にいたたまれないのは前提の作品なんですよね。もう完全にそうですよね。もうでも1の最後の時点でそりゃそうだよねっていうかさ。で、うん、2のさ、さっき言ってた、まあ、序盤で大きいことが起きるみたいな、はい、その1のジョエルが、まあ、そうそう早い段階で死ぬじゃない。そう、しかもかなりむごい。そう、死ぬって言葉で終わらせちゃいけないぐらい、かなり、うん、まあ、むごいよね、うん、死に方をまあするじゃない。でも正直俺それ、はい、その状況になった時に、まあでもなるよなジョエルはな、まあまあまあ、なるなる、そうだね、正直思っちゃったんですよ。うん、だからそりゃ本当そうですよ、うん、1でやったことがそれはあまりにも重すぎるよねと思って、うん、いつかこういう日が来てしまうだろうなという気はしてたんですけど、まあ、ゲーム的にもちょっとあまりにも早すぎて笑っちゃったんだけどね、うん、いや、やっぱまずプレイ始めたら、うん、まあ、エリー、まあ、まずはジョエルをプレイアブルで、その弟の、なんだっけ、トミーと一緒に、いたのかな、確か。そうそうそう、だったね、うん、トミーと一緒にジョエルって、うん、そうそう、なんか最初確かギターを修理かなんか、修理というか、うん、拭いてるところを、うんうん、からなんかのシーンから始まって、うんうん、で、あー、ジョエルと思う、まず多分全プレイヤーがそう思ったと思う。そうだね、あ、ジョエルまだ生きてたって思ったよね、うん、ジョエルって、あー、うん、山ちゃん声かっこいいって思いながらその渋い声で、うんうん、で最初にそのトミーがそのエリーには何て言ったんだみたいなね、うん、その、ワンのラストのシーンですよね、うん。で、エリーには嘘ついたっていう話をしてる。うん、だから思い出させるわけですよね、そこでね。その、プレイヤーにね。そうですね。こう、ワンのラストでエリーに嘘ついて、しかもワンのラストのエリーが、うん、僕はすげえなって思ったんですよ、うん。あの時点でエリーはこいつ嘘ついてるって感づいてたはずだと僕は思ってるんですよね。うんうん、で、あんた嘘つくんなら
一生つき続けなさいよって言ったと思ってるんですよ、うんうんうん、そのジョエルに対して。まあそんな雰囲気でしたよ ね表現の仕方が。あれで単純に分かんなかったとか、うんうん、単純に信じるっていう意味ではないだろうなっていう。そう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 、うん、そのそう、あの嘘をついてまで私をこれに巻き込んだんだからみたいな、うん、そのそれをずっと背負って生きていく覚悟はあって言ってんでしょうねみたいな、うん、これで私が真実を知ったことで傷つくようなことがあったら容赦しないわよみたいな気持ち、うん、があの幼いエリーから、しかもそんなセリフで言わないのに表情だけでそれが僕に伝わってきたっていうのが、うん、もうひれ伏しちゃったんですよね。あの前もどっかで言ったけど、ワン、ね、そう、うん、終わった時に僕椅子から転げ落ちてたんですよ。ドテーンとかじゃなくて崩れ落ちて、なんちゅうゲームだと思って、あのワンのラストを迎えて。ワンのラストは痺れるよね。痺れた、本当に痺れた。あんなにそのワンのラストで、そのこのあと2人がどうなっちゃうのかとか、うん、その嘘を分かってるのか分かってないのかはっきりさせないもやっとした終わらせ方をしてるのに、あんなに落ち、うん、なんか納得というかこう終わったっていう気持ちにさせるゲームってないなって思って、うん、で2が出るよってなってそりゃそうだろうって思ったんだけど、でも、うん、でも僕の中ではエリーはそういう大人の対応をしたんはずだったよなって思ってる、うんうん、だけどこの2の中では結構その真実は何だったのかっていうのを結構エリーからしっかりこう探りに行ってるんですよね、うんうん、それでいてやっぱりその真実がバレて、で、うん、まあそのジョエルにまあ問い詰めて、でジョエルがまあお前がその死んじゃうっていう状況だったから、うん、その世界よりもお前を取っちゃった、自分のエゴでだ、うんうんうん、いいの言ってめちゃくちゃ怒るんですよ。そうですね、まあ、それがゲーム中盤ぐらいで明かされる、ね、そう、うん、でプレイアブルなそのエリーを、今回の主人公エリーをプレイアブルになった時っていうのは、うん、その喧嘩というかそれが分かった後の状態から始まってたんですよね、うんうん、その今日、あ、昨日の夜のパーティーでディーナとキスしちゃったみたいな、うんうん、プレイヤーからすると何の ディーナって誰ってなるし、まずディーナって誰ってなるし、その昨日のパーティーって何とか、まずジョエルとなんで仲悪いみたいな感じになってんのみたいなね、うんうん、結構その置いてけぼり食らってる感じはあったんだけど、はいはい、まあ、それがまあゆくゆくラストの方に行くにかけて、そのパーティーで何があったのかとか、うん、そのジョエルとどういうやり取りがあったのかっていうのがまあ分かるようになっていて、うん、その中でまあ一つそのジョエルが本当のことを言ってめちゃくちゃキレられて、うん、ジョエルと全然口聞かなくなっちゃうみたいな、うんうん、そういう部分があって、その僕としてはエリーお前はそれを含めた上でジョエルと一緒に生活してるんじゃないのかってすごく感じた、うんうん、そのジョエルは自分のエゴで罪を犯してしまったし、その彼女に助けてほしいって言ってもらってないけど勝手にやっちゃった、それは怒るのは分かるけど、あの時お前はそれを清濁飲み込んでその嘘を受け入れたんじゃなかったのかって思っちゃってるんですよね、僕はね、うんうん、だからエリーに対してなんかもうちょっと、もう子供だからしょうがないんだけど結局、うん、子供だからしょうがないんだけど、もうちょっとジョエルに優しくしてくれてもいいんじゃないかって思ってましたね、終始。ああ最後、僕はそう、うん、最後の最後まで、うん、どうでした、まあ、その辺。そうだな、いやでもエリー自身の弱さの表れなんじゃないかなと、それは思うんですよね。まあそうなんですよ、結局そうなんですよ、結局その、うん、要はその時まあ、なんとなくそうなんだろうなと思ったけど、ずっと向き合わなかったわけじゃない、途中まで。うん。そう。うん、で、まあ、ね、途中の段階で向き合うんだけど、うん、でも、ゲームの進行が、それを全然知らない状態からスタートするじゃない。その、実は途中でエリーは真実を知っていたっていうのを知らない状態からスタートする、うん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 。でも、多分あれは実際エリーの頭の中では、そのことを忘れようじゃないけど、蓋をしてたと思うんですよね。物語の進行と同じような感覚で、ね、うん、で途中でそれを思い出さざるを得なくなっ
る、うん、みたいなシーンでゲームのプレイとしてもそこで思い出すんだろうけど、だから要は結局向き合えてずっとなかったんですよね、その自分がそういう境遇になってしまった、うん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 、1の最後でそういう境遇になってしまったっていうことについて、うん、でそれ、まあ、そことの向き合いの話だったんだろうな、広く言えばっていう気がするんですけど ね、 そうですね、そのもうなんかもうその向き合い方がよっていういやなんかもう辛すぎるんだ、もうなんかいやだからまっすぐ向き合えないから、ね、だからそのジョエルの復讐をしようとすることでなんか納得しようとしてたんだけど、うん、なんかそれも最終的にやっぱり違うっていうのに気づいちゃうというか、うんうん、いや、そのそうですね、そのやっぱエリーの、うんまあ、今本当に言ってくださった通りで、エリーの心のその動きっていうのがもう結構ブレるんですよ、この作中で、うんうんうん、そのまあワンのラストではあんたずっと嘘ついてなさいよって、私はそれを本当だと思い込むようにするからみたいなテイストだったのが、うんうん、まあ結局その真実を知りたいっていう気持ちになっちゃうし、まあそりゃそうだろうなとも思うし、そので知ったら絶対多分ジョエルのことを許せなくなっちゃうって分かってたはずだけど、知っちゃって結局許せなくなっちゃうし、うん、でも僕やっぱここすごくいいシーンだったなって、本当最後のところだけど、うん、許したいと思ってるっていうのが、うん、許せないけど許したいと思ってる、多分一生許せないと思うけど、でもジョエルのことを許したいと思ってるっていうセリフと、それに対してのジョエルの、いやこれはもう山ちゃんの山ちゃんの演技力の半端なさに僕は感服したんだけど、そのセリフを言わずにうーんって言うだけだったんですよその私はそのいやあんたがやったことは許せないけど許したいとは思ってるんだって言った時にうーんって言うんだけど、うん、それがそのジョエルらしいし、ジョエルの精一杯だし、それしかないっていうのが、うん、あの咳払いともちょっと違うんだけど、こううなりですっごい伝わってきて、いやでもあれはさ、ジョエルに言ってるけど結局自分にも言っていることじゃない、だから最後、うん、まあ、許せないけど許したいとは思ってるんだなっていう、うん、許した方がいいんだろうとは分かってる、うん、彼女はね、うんうん、だからそこはなんかこう、いやだから分かんないけど、うん、すげえ簡単に言っちゃうと、めちゃくちゃ人間が描けてるなこのゲームなのよ、そうなのよ結局そう、そもそもジョエルがやったことはもちろん許されないことなんだけど、うん、でもジョエルのことに感情移入しちゃってるんだよね、結局プレイヤーはほぼ全て、はいね、その、うん、ジョエルがそのいやでも俺ワンの後半ちょっと引いたよいや僕も引いてる引いてる引いてるけど、うん、でもじゃあその実際ジョエルの立場になったら、そう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 、無理だけど助けたいって気持ちになるよねって、うんうんうん、だからジョエルの行動を全肯定するわけじゃないんだけど、うん、ジョエルのやってることは全否定できるかっていうと、うん、いやできないですね、まあ、わかるよっていうところなんだよね、うんうんうん、でそれをずっとプレイヤー側も引きずってるわけじゃない、そう、それに対する答えみたいなとこもあるしね、そう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 、うん、だからこそやっぱジョエルが殺された時に僕らも憎しみを覚えるし、うん、そのジョエルにワンで感情移入してたから、うん、ジョエルがツーでパッと出てきた瞬間に、うん、うわジョエルってなんかヒゲが増えたなとか、こう白髪が増えたなとか思いながら、年取ったけど元気そうだなとかって思っちゃうし、うん、あの殺され方はむごいなって思っちゃうし、うん、あのアビーって女やたらムキムキだなって思っちゃうしそうムカつくだじゃねえだな、ムキムキだなに、うん、そうそうそう、いやでもムカつくはねなくはないんだけど、さっきやっぱハルさんがおっしゃってたみたいに、うん、しょうがないよねってやっぱ思っちゃうんだよね、まあでも途中でなんかもうちょっと深い理由があったんだと思ったけどね、正直ね、いやまあそうそう、その、うん、そもそもあのじゃあそのアビーっていうキャラクターが、うん、まああの一派が出てきた時に、うん、誰か分かんないけど絶対ジョエルのことを探してる奴らだっていうのはまあ明確には言わないけど分かるじゃないですか、うんうん、そうだね、ね、そのでアビーと元彼の名前なんでしたっけ、あー忘れちゃったな、元彼が、ね、うんうんうん、そう、そのチームのまあ多分一番主導で動いてるのがアビーだなっていうのはその時に分かるんだけど、はいはい、その元彼
が、まあ、その、いるんですよ。で、その、アビーと元彼二人で、まあ、ちょっと、街を見つけたって言って、その、まあ、街を見つけたって言ってっていうか、うん、その元彼がちょっとすごいもの見つけたから、お前来いよって言って、はいはい、アビーを連れて、まあ、その雪山を二人で登ってって、で、その、ジョエルたちが住んでる街を見つけちゃうんですよね。うん、で、あそこにいるだろうっていうのが分かって、うん、で、そのアビーはもう復讐する気めちゃくちゃ満々。そうですね。そう。だけど、その元彼は案外そうでもなさそうっていうのが、うんうん、その、プレイしてる側からすると、まずこいつらが誰なのか分かんないし、うん、分かんないのに一枚岩じゃねえんだみたいな。はいはい。そのもうすでにこのグループ内で亀裂が走ってるんだ、うん、みたいなね。で、話の感じからして元彼って明確に言ってないけど、うん、絶対過去にいい感じだったけど今は別れてる二人だっていうのはセリフでこう見えてくるんですよね。セリフとか雰囲気からね。そう、確かに確かに。そう、うん、いや 俺実際そこまでは思わなかったけど、でもなんかそういう何かしらの仲がある関係なんだろうな、うんうん、いやそのっていうぐらいは匂わせてたよね。明確にそのそれが分かるのは、うん、メルが妊娠したんだっていう一言ですね。あ、どこで言ってたっけそれ。それこそその町を見つけて、その見せてアビーに見せて、うん、でよしあそこにいるはずだ、絶対に行ってあいつをぶっ殺してやるみたいな感じのテンション上がるんですよ。アビーがテンション上がるんだけど、案外乗り気じゃないような反応だったその元彼がね、うんうん、それに対してアビーがいやいやお前もこれ望んできたんだよなみたいな、うんうん、お前もあいつが憎くてここに来たはずだよな、うんうん、あいつをやることに賛成だよなみたいな感じでこう問い詰めたら、うん、メルが妊娠したんだって言ってたっけって言うんですよ。でそのメルが妊娠したっていうのは、うんうん、まあ、メルっていうのはその元彼の今可能ですよ。そうですね、元彼の今カノがまあ妊娠したんだと、うん、つまりは子供ができたから危険なことはできないって言ってるんですよね、うんうんうん、その要するに万が一もしかしたら相手を殺しに行こうって言ってるんだからこっちが殺される可能性もあると、うん、で子供が生まれるんであればそいつを守るために自分はここで死ぬわけにはいかないからちょっと憎しみよりも そっちの方が上回ってるっていうことを彼は言ってるんですよ、うんうん、メルが妊娠したんだっていう一言でね、はい、でそれを受けてアビーもそれを理解というかそれをまあ分かってそう言ってるんだってことが分かっていや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 それはちょっとでもお前だって憎しみを持ってここまで来たろみたいな感じになるんですよね、うんうんうん、でいや俺は行かないって言うんですよその元彼は、うんうんで、いいよ、私一人でも行くって言って一人で行動し始めて、まあ、ゾンビの群れに襲われたりしながら。そこでさ、プレイアブルキャラクターがさ、うん、全然見知らぬ人になるじゃない。そのどうやらジョエルに恨みを持ってそうなキャラクターを操作させるわけじゃない。うん、もうその時点で俺もう嫌って思ったよね。これ絶対殺すっていうかさ、少なくともワンの時って敵側に感情移入させるギミックってなかったのよ。なかった。だからひたすらジョエルの、うん、ジョエルとかエリーの立場からまあその立ちふさがる人間を殺してた、うん、そうですね。強いて言えばマーリーンかなと思いますね。あーマーリーン、まあ、そこは多少ね。あのマーリーンがもともとエリーを連れてたし、うんうんうん、マーリーンがやろうとしてたことを代わりにジョエルがやっただけ。もちろんでその道中でジョエルはエリーに対してその情が湧いてるんで、うんうん、そのマーリンはエリーのことをすごく大事に思ってたっていう描写は、うんうん、まあ、それはありましたね。ワンの中ではあったんですよ。で、自分が怪我したから、しょうがなく代わりにジョエルに行ってもらうっていうだけだったんで、うん、で、最終的にマーリンが、ジョエルが逃げるときに、ファイアフライを壊滅させて逃げるときに、命乞いをするんですよね、マーリンが。うん、殺さないでくれって、私のことを殺さないでくれって言っても、うん、でも お前は追ってくるだろって言って、うん、ジョエルはマーリンを殺すんですよ、うんうん、だからそこはなんていうかこう向こうのマーリンの感情としてはマーリンまでそんな殺しちゃうんだって僕は思いましたね。あ、もちろんもちろんそれはあるんだけど、でもプレイアブルとして
感情移入させられる、まあ、プレイヤーとしてはまあないないないような気味、向こう側から描くっていうことはなかったわけ。まあそれはもうないですよ。でそれがもう割と序盤の頃でパート2には出てきちゃったもんだから、これは嫌なやつと思って、うん、あそ そういうことか、2はそういうことか、あえ何2ってそういうこと、何ポあの見る方向は2つあるみたいな、そういうこととか思いながらあだってもう、ね、それは敵側にもさ実際はいろいろあるわけじゃん。いやもちろん事情があるっていうのはあるだろうな。いや、うん、それを叩きつけられるんだこのゲーム、もういい気がしないすでにと思って、うん、いやでもなんかその痛みを味わいに来てる俺がいると思いながら、いやましてやファイアフライなんてむしろ世界を救おうとしてた側だから、ね、そう、うん、いやだからそっちが描かれるのかって、そこで、うん、まあ、ゲームのシステム的にも若干匂わされるんだけど、うんうん、まあしばらくはそういうそのフェーズはないんだけど、やっぱり結果的にはあるんだよね。いやでもその僕があの時初めてプレイした時に、うん、アビーをプレイした時に感じたのは、はいはいはい、えもしかしたら味方になるのかもみたいな気持ちですね。どっちかっていうと一瞬は確かにありましたね。プレイできるってことはみたいな、だから、うんうんうん、その後、うん、あの言ってしまえばジョエルを探しに来てるやつだってことは、うん、まあ明らかだなっていうのは、うんうんうん、でそれでしかもジョエルに対して憎しみを持ってると、うんうんうん、でそいつをプレイするってなった段階で、うん、あのあれってその和解するみたいな、そのそう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 、和解というかなんか悟空とベジータみたいなね、その全然違う敵が出てきて共同戦線を張るみたいな、なんかそういうぐらいの感じに、まあでそれでまあそんな中でこう殺そうと思ってたけど殺せなくなっちゃった、でジョエルにも情が湧いちゃったみたいな感じに、まあなるのかなっていう風な印象で、それでいてファイアフライっていう風に全くその時点では話が出てきてないんですよ、うんうん、そのアビーがね元ファイアフライの人間だっていうことが、単純に全然関係ない第三勢力だけど、もうワンの時にジョエルが人殺しまくってるから誰からも恨まれてるしかなかったからね。そう、うん、敵は多いって、まあ、エリーもその作中でね、うん、そのジョエルが誰に殺されてもおかしくなかったみたいな表現を、うん、まあ、してたから、で実際ジョエルも本当にワンをやってて別にいい人じゃないからね、ジョエル自身が、うん、本当にエゴでそのエリーを助けてるだけだから、うん、その、まあ、まずワンの冒頭シーン、そのさっきあそういえばって思い出したんだけど、こうゾンビが出てきてパニックになってる中で、その、うん、車で逃げてる時に他のまだゾンビになってない人が乗せてくれって言ったけど、それ無視しろって弟のトミーに言って、トミーはえ子供もいるけど乗せないのみたいなのを見て、いいんだ無視しろって言って車を飛ばさせたっていうのがあって、やっぱあれはその一般人なんだみたいなのをすごくこう強調してるシーンなんで、なんかそれがずっとこう生きていくためには、自分たちが生きていくためには他人が犠牲になってもそれはしょうがないっていう感覚を持ってる人っていうのがすごくあって、うんうんうん、でその上でまあ2になってまあ殺される、だからこそ僕も多分ハルさんもそりゃ殺されるっていうのはまあしょうがないっちゃしょうがないよねってやっぱ思えるキャラクターだったんですよ ね、うんうん、物語的にはね、そうだけど感情移入はやっぱりしちゃうんですよね、うん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 、でまたあのさっき僕ちらっと言いましたけど、アビーがめちゃくちゃ筋肉隆々なんですよねそうだね、そうエリーはわりかし細い線だけど、そうアビーは完全に軍人なんだよね画体が、そう軍人がプロレスラーみたいな、ものすごいムキムキなの、ね、そのしかもなんだろうね、 それこそエリーだったり他のキャラクターは案外線が細くても、うん、こう武器を使って戦ってるシーンはたくさんあるし、うんうん、そのそんなパワーどこにあんねんみたいな感じは、そのゲームだからまあそうだろうって思うんだけど、だとしたらアビーがただその軍人であるっていうことを誇張するためだけにあんなにムキムキにさせる必要はないんですよね。そのまあゆくゆくそのアビーのその過去の話っていうのを僕らは体験することになったわけですけど、その彼女が女性を捨てているっていうことのものすごい表れだと僕は思ってるんですよね。ああなるほどね。ああすごいそれは納得感あるな。うん、その あの過去のね、本当あのティーンの頃のそのアビー、うん、まあ本当に子供の頃のアビーから僕らはプレイさせられる。うん、まあ言ってしまえばこれが第二のネタバレというか、アビーを結構しっかりプレイさせられてしまうという、あえてさせられてしまうって表現しますけど、うん、はい、
そういう気持ちだったと思うんですよね。その、アビーバ、アビーパートに入った瞬間。え、もうあの時点からやめてくれって。そうそう。いや、もう、その以前でももうやめてくれっていう内容なんだけど、常に。うん、そうそう。常に残虐な復讐があって、エリーも、その、ちょっとやりすぎてるかもって思ってるんですよ。作中で。いや、別に、なんか、ここまでやる必要があるんだろうか、みたいな。したいんじゃない、うん、別に関係ないやつは殺したくないんだけど殺さざるを得ない状況みたいな、うん、そうそうそう、でなんかこう、いや自分のやってしまったことでものすごく後悔するシーンとか、うん、もう放心状態になっちゃうシーンとかもあるんですよね、うんうん、だからその時点で結構僕らはダメージ負ってるんだけど、でもうクライマックスか、うわーついに一番の敵であるアビーと、うわーって思ってたら急にアビーの 14,5 歳ぐらいの頃の回想シーンというかもう本編ですよね、それがね、また新たな本編がそこで始まって、可愛らしいアビーまだちょっと女の子感があるね。いやそう、いや確かに確かに、ムッキムキだったアビーから、でも特徴はあの三つ編みぐらいしか分かんないぐらい体格が違うアビーが、お父さんパパって言いながらパパ探すシーンを僕らがプレイしなきゃならないという、あの感じ。だって直前のシーンでジェシーっていうね、うん、またこの作中の中でいい感じにサポートしてくれるアジア系の男性がいるんですよね、はいはいはい、彼はこう、なんだろうな、こう先ほどちょっと出てきたディーナっていうね、へ、そのエリーの、まあ、恋人になった、作中で恋人になったキャラクターがいるわけですけど、うん、まあ言ってしまえばそのエリーは、まあ、レズビアンなわけですよ、うんうん、で多分ディーナはそうなるとバイセクシャルってことになるんだけど、うんうん、ディーナの、まあ、元彼ですね、うんうんうん、がジェシーなんです、うん、でジェシー男ですよ、そう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 、ジェシー男名前がちょっと分かりますけど、男性、そうそう、そのジェシーがね、もうずっと大人なのよね、ずっと大人、はい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 、エリーにないものをずっと持ってる感じ、うんうんうん、その結構そのね、その余裕とか冷静さとかをね、そうね、でも感情は伝わってくるんだけど、それを乗り越えてる感じというか、うんうん、そう、分かってるというか、今自分が何をしなきゃいけないかっていうのが常に分かってて、でその興奮したエリーをが失敗しそうな時にジェシーが助けてくれるというか、うんうん、だって自分の元カノを奪ったのは言ってしまえばエリーなんで、その奪ったっていうか、そのディーナがもうエリーの方に意識が向いちゃったから多分別れちゃったんだと僕は思ってるんですよ、うんうんうん、ジェシーとね、はいはいはい、なるほど、うん、でそのさっきちらっと話してたそのパーティーでディーナとキスしちゃったっていう日記がねあるんですけど、うん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 、その日記のそのパーティーの当日にジェシーがエリーに声をかけてきて、うん、よどうだみたいな感じのあのニヒルな笑顔ね、うんうんうん、あの ゆとりの感じというか、その彼はもうあの時点で分かってたんですよ、ディーナがエリーのことを多分好意に思ってるなっていうのは分かってて、あそうか、多分ね分かってるはずなんですよ、うんうん、だけど大人な対応というか、一人でそのパーティーなのに一人で寂しくしているエリーに声をかけてあげてるんですよね、あの時点で、うんうんうん、なんかもうそこからもそのもう物語全体通してジェシーがものすごくいいやつ、いやとにかくいいやつ、 いいやつ、めちゃくちゃいいやつ、そしてずっと頼りになるやつが、うん、物音がした、あやばい、トミーの叫び声、いややばいぞって、本当衝撃的よね、あのシーンって、行ってそうドアをバンと開けたら目の前にアビーがいて、一瞬で撃ち殺されるんですよ、顔面を撃たれて、本当に本当にバカかっていうぐらい瞬殺されるのね、頭打ち抜かれて、あんなに頼りになった、嘘でしょってあんなにこう復讐に燃えてるけど冷静であって、うん、あんなにエリーたちのことを大事にしてくれた、いやそうそう、でゲーム的にもまあ死なないよねっていうキャラクターが、そうあっさりパーンってパーンって殺された直後にその殺したアビーの過去編が始まるのよ、うん、じゃあまあまあね、これはちょっと頼みますよ。いやでも物語の運び方はすごいめちゃくちゃうまかったなと思いますよ。
すごい、うん、一本道のゲームでこんだけできんのすごいなと思ってね。うんうん、はい、お話の途中ではございますが、ラストオブアスパート2バーン、はい、お話ごめんなさい、お話の途中なんですけれども、ごめんなさい、この後ね、まだまだ1時間半以上続くんです。やべえ、ラストオブアスパート2パート1じゃないですかこれ、パート1カーン。これ今完全に全部収録終わってからまた撮ってるんですけど、はい、この後1時間半以上あって、それでもなおこのダンはまだ話し足りないって言ってるんです。それぐらいやばいちょっと長さになっちゃったんで、今回はちょっとごめんなさい、ちょっと中途半端なところですけれども、一旦ここで終わりとさせていただいて、で、ね、はい、今回はもうあまりにもボリューミーなんで普通に次週にします、はい、なので本当に申し訳ないけどお楽しみに、はい、また来週月曜0時をお待ちいただければと思います、はい、この後どうなっちゃうのって、はい、まあ、どこまで話しててこの話がねついてるのかわからないですけれども、大変申し訳ありませんでした。全て私ダンの責任でございます。とんでもない、ね、それでもそれぐらい素晴らしい作品なので、ぜひ ね、ネタバレいいよっていう方はね、最後まで聞いていただけると大変ありがたいです、うん、はい、はい、では今回はここまででございます、うん、さようなら、さようなら。ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。9月30日はポッドキャストの日。